シリーズのプログラムマネージャーさんとしました。はい、失礼します。そもそもこの X シリーズってのは、前の設計者がずっと目標にしていた、本当にモンチュレイで使える PC というものを作りたかったというところが原点なので、スタートしています。で、薄くて軽くて、紙のノートのような使い方の機種を作りたい。で、僕らバイオの設計者って本当に本当に持ち歩いて使える PC っていうのをずっと作りたいと思ってやってきて、それは初代の505だったり、505エクストリームだったり、そういうものをそういう思いで作って商品だったんですが、やっぱりどこかでまだ本当に持ち歩いて使えると胸張って言える病気までたどり着いてなかったなという部分があったんですが、今回は本当にそこが胸を張って紙のノートと同じように使ってほしいという領域までやっと来れたと思っています。で、我々そもそもこの X シリーズのプロジェクトをスタートした時には、やっぱりアトムの Z シリーズというのが非常に大きい、モチベーションになってまして、そもそもこの X シリーズというのは企画のラインナップ上には存在してなかったんですが、設計の中でどうしてもそのアトムの Z シリーズという CPU を見た時に、この CPU とあと我々がずっと培ってきたモバイル PC の技術、スタミナの技術やカーボンファイバーの技術とマザーボードの小型化の技術を組み合わせて作ることによって、今までだったら信じられないぐらい薄くて軽い商品が作れて、その世の中の人々の PC の使い方っていうのを全然変えてしまうような商品が作れるんじゃないかなということで、このプロジェクトっていうのはスタートしています。なので僕らが作っていく中で、どんなに薄い商品を作ったとしても、それはその使う人の使い勝手を損なってしまうような形で薄くするのは絶対したくないと思って、このプロジェクトを考えていました。で、持ち歩いて使う人に幸せになってもらうための商品として考えていたので、薄くなったからといってバッテリーライフが大幅に削られてしまっていたり、薄くなったからといって何かの機能が犠牲になってしまうような作り方をした商品というのは、作りたくないと思ってスタートしていたので、今回こちらのスケッチモデルなんですけれども、バッテリーが絶対にある程度以上の容量を確保しないということで、商品の中で一番容積が取れるパームレストのシャンパンバッテリーを置いています。バッテリーは本当に皮一枚、パームレストの部分の皮一枚の表紙で全てがバッテリーになっています。やっぱりこれってどんな輸送商品でもバッテリーライフだけは満足に作りたいという意思が先にあったので、絶対にこの容量を確保するって意思でここに置きました。で、結果的に残りの部分というのはキーボードに従ってしまって、非常に我々設計陣に苦しむことになるんですが、ただでさえ薄いこのボディの中で、さらにキーボードの厚みを取り除いた内部に全て配置するということで、商品を作っています。じゃあちょっとせっかくなので、セットの分解をさせていただきます。今回、ちょっと時間の関係で間引いていきます。持ち歩いて使う人が後で辛い思いをするような薄くする方法を取りたくなかったん で持ち歩いて使ってもらう人にとって外でプレゼンしたり出張先でホテルでメールを取ったりするというのは絶対必須の作業だと思っていたので、今回どうしても近づけする VGA とイーサコネクタというのは最初から絶対作るんだというふうに決めてやってましたので、この2つともカスタム品のコネクタを全てゼロから落として採用しています。で、VGA は底面が露出するぐらいこうセットにギリギリの厚みが入るようになって初めて成り立っていますし、
B さんに至ってはそもそも入っていなかったので、そういう不快認識の新規開発の一作目を起こすことでようやく内蔵することに成功しています。で今回の特徴の一つとしてはファンを入れています。でなぜあのキャッシュピーでは完全性できたのに今回 X はファンが入ったかと言いますと、今回のセットが非常に薄くなってしまっていて、このスケルトンの必要があると思うんですが、もうマザーボードギリギリのところに本体のキャビンが来ています。なので熱が拡散する前にもう地下に筐体の方に出てきてしまうので、多分これサーモグラフィーで見ると CPU やチップセットにして分かるぐらい熱がそのまま出るぐらい近くに来てしまいます。なので熱が拡散する前にボトムに伝わってしまうということで、ボトムのフィットのボトムの温度上昇を避けるために強制的にファンをつけて冷却することでそれを防ぐような形になります。表面積だけで考えたときにはこれも自然クールでできてもいいかと思うんですが、そういうお客様の手に触れる部分の熱を考えたときにはファンが必要だろうという判断でスペシャルな薄いファンというものとして採用しています。ちなみにこのファンもバイオ市場最薄で、ガスタムで落としてもらったファンがあります。で、こちらが SSD で、これがあのサタナタイプの SSD なんですが、パッドと、メモリスカードが入っていますが、この部分がここにバッテリーのセルをギリギリ分ける形で、この部分が残るんですが、まさにセルをちょうど分ける形でタッチパッドがここについています。なので、実は、どこかで見たタッチパッドの位置だと思うんですが、タッチパッドがセンターになっています。これは、ね、本当にセルの形をよけた形で入っているかもしれません。今回セットが非常に薄くなっていることで、いろいろ強度に関して心配される方もいらっしゃるかと思うんですが、今からの説明にあったように、我々万全のその品質の信頼性の試験や設計の作り込みも行って商品を作っていて、検査にもかなり自信を持って作っています。そういうことでちょっとその一例として実演をさせていただきたいと思いますが、ちょっと調整は150キロ加圧振動からも耐えてますので、まあ乗って飛び跳ねたりされるとちょっと問題ありますけれども、通常の体重の人が乗るぐらいであれば全く問題ありません。くれぐれもあくまでそれぐらい自信を持って作るという話ですので、